もうすぐね、50歳になっちゃう私にタイムリーな記事が飛び込んできました。今までも何度も何度も目にしてきた同世代の記事なんですね。10年前はここのタイトルを大卒40代非正規あまりにも悲惨な何なとかかんとかっていう風に変えて読んだような気がしますけども、結局私の年齢とともに同じ年代の方ってのは同じようなね、悲惨な時代を 繰り返してきてると。積み重ねてるということなのかなと思います。ちょっと記事を読んでみます。手取り12万。今日はお肉が食べられた。大卒50代、非正規、あまりに悲惨な極貧生活。確かに50代で手取り12万ってなんでそうなっちゃったのかなっていうふうに思いますが、ただ他人事じゃないというふうに私も思います。私は手取り12万どころか、手取りマイナス100万みたいな時期をね、何年も過ごしてましたんで、徹底的に金がないっていうね、状態。 うん、それをいかに生きていくかってことは、私なりに誰よりも真剣に考えたというふうに思うんですよ。記事はこのように続きます。未婚率の上昇に伴い、単身世帯が急増していると。そんな単身者は様々なリスクが高いとされ、その中の一つが貧困、えー。特に定年を前にした50代の単身者は最も深刻だと思います。見ていきましょう。うん、あの 単身だとね、なんで貧困になるのかっていうメカニズムははっきりわかりませんけども、まあ見栄を張ることがなくなるのかなって思うんですよ。いや、なんかね、男は特にね、意地を張って見栄を張るからこそ、自分よりも2割3割でかい自分にもう見せたいと思って目指すからこそ、なんか成長進化していくと思うんですけども、俺はいいやこのままでって思った瞬間、多分ね、どん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 ちっちゃくなっていくんじゃないかなって気がするんですけど皆さんどのようにお感じですかね。いや、私は無理してでもね、 肩で風を切ったりとか、懐をね、でかく見せたりとかしたいもんなんですよ。実力以上に自分を評価してほしいっていう風に見栄を張ってる人間なんですよ。で、そのうちに、見栄を張った自分の、そういう風に2割3割増しで見せていた姿に、実際の自分が追いついていくんではなかろうかと思うんですよね。で、そうなった時に、さらに、 そういう風に1.3倍ぐらいで見せていた自分が1.3倍の自分になった時にそこから1.2倍3倍にまた見せ続けるんで終わりがないかなとどん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 見栄を張っていってね意地を張っていくところが、まあ、男のバカさ加減でもあるんですけども、まあ、男の最後の切り札なのかなっていう風な気はするんですよね50代で単身者増加に見る日本の三段たる状況ということで2020年に送られた国政召喚によると えっと、単身世帯は2115万世帯。男性と女性は拮抗してるみたいですね。年齢別に見ていくと、30代から40代は単身世帯は減少した。ということで、40代以降50代っていうのは単身世帯がさらに増えたというふうに見取ることもできますね。特に増加しているのが50代で、5年前に比較して2割増加しているということで、 うーんだから私たちの年代っていうのはずっと50代ではないんですけども40代の時は40代で問題にされ50代の時には50代でさらに大きく問題がなってるよって言われて心の安らぎにふやがないですねはい、えー、少子化による人口減少の顕著が30代40代で顕著だったものの未婚率の増加の影響が50代で大きい、うん、確かにね40代の時の単身と50代の時の単身っていうのはう全然こう。 違ってくるかなと思いますね私も40代で結婚はできましたけども、まあ、結婚だけが正解ではないんですけどもねでも結婚しないことによるそれを引き換えにしてさらに大きな自分が何かを得れたかっていうとそういうところが少なくって実はねどちらにしましても40代で何とか結婚できた私も同じ条件で50代でできたかっていうと多分できてないと思うんですよそのぐらい 年齢ってのは男性にとっても女性にとっても取り返しのつかない時間の積み重ねになってしまうことが多いんですよねで、えー、今思えばあの頃やっておけばっていうふうにいくら後悔してもどうしようもないんでうんだから今の材料を使って少なくともこれからのことをね必要最小限うん抑えていくしかないのかな維持していくかないのかなと思ってるんですよで理由別に見ていくと「未婚が127%別居何とかかんとか」って書いてますね で、段階ジュニアと離職率、離職難という世代っていうふうに私たちはくくられてますし、実際そうですよね。段階ジュニアは段階の世代のちょうど子供に当たる世代で、1971から1975生まれ、私ですよ。2022年には47から51、私ですよ。<laughs> 当たると。 日本の人口には2つのボリュームゾーンとなる世代がありますが、団会事前はそのうち1つです。団階世代が日本を牽引したのと全く無反対で、団階ジュニアっていうのは、どちらかというと日本を衰退に追い込んでるというふうな見方もあるそうなんですよね。そして、就職氷河期はバブル崩壊後の就職難の時代を示し、1993から2005年卒業まで就職難活動に差し掛かった年代、俺ですよ。高卒であれば1974から1985。うん 大卒であれば1970から1980に生まれ今年41から52歳俺だって本当にねで二つ目ちょっと記事を伸ばしていきましょう未来を描くことができない非正社員の低賃金、うん、ここはだからね、うん、そのままの状況を続けていってもずっとこのままなんで大きく舵を取る必要があるんですけどもそこにもねちょっと恐れとか不安とか力のなさっていう複雑な要因が絡み合って 物事をややこしくしてるんでしょうね。で、貧困、介護、孤独といった昨今の日本の社会問題のリスク回避や解決において重要な役割を担ってきたのが家族。でも家族があることによって問題が内包されてるとも書いてます。単身身の回りの家族がいないというわけではありませんが、二人以上世代に比べてリスクへの対応は難しいというでしょう。そう。自分ができないことを家族にお願いすることがなんかできないってことで、 もう自分がダメだったらもうダメみたいな感じになっちゃうんですよね。かといって自分以外の家族以外の人とのつながりを大切にしてるかっていうとなかなかそうでもないと思うんですよ。単身者の過処分所得から分法を見ていくと5人に1人が過処分所得100万に満たず。これ年間でしょうかね。月々8万円程度の生活費で暮らしているという状況。いやーもちろん持ち家か賃貸が都会暮らしか地方暮らしかなどなどにもよっても変わると書いてます。当たり前ですよね。うん。 いろいろと見ていくことができますけども一体どうしたらいいんやって話ですよね50代で手取り12万しかもこの暮らしっていうのはいきなりなったわけじゃなくて徐々に徐々にこうなっちゃったっていうところでその都度その都度は何とかしないといけないと思っていたこの意思もあったと思うんですよねでもどうにもならなかったこれがあの大きなトレンドではあると思うんですよトレンドっていうのは傾向ね傾向でもあると思うんですよでもそう捉えると本当にみんなにチャンスがなかったのかっていうふうに考えることもできるんですよ 今は戦時下でもないですし空襲もないし学徒同意もないわけですよ自由に自分の商売をしていいし自分に就職先を自由に決めていいしそれこそ深夜だろうが早朝だろうが仕事という仕事は24時間あるわけですよねでもなぜなんでしょうか大卒という縛りがある一定のルートしか見えなくさせてしまったんだよなかろうかとも思います自分の通ったことがない道自分のやったことがないことに挑戦すると 自分の意外な可能性に気づくってこともあったんじゃないかなと思うんですよ。そしてそれは今からでもできるんじゃないかなと思います。私の場合は、店や会社をいくらやってもダメだった。人を雇ってもダメだった。だから、YouTube を中心としたネット活動、ネット企業をしたんですよね。そうすると案外、そのテクノロジー、インターネットってものが私に褒めんでくれたんで、よかったんですけども、でもそれって別に小中高大で学んだことなんて一個もないですからね。ないでしょ。YouTube なんて急に出てきましたからね。 急に出てきたものを避けたのか、それともそれに乗ってみたのかっていうところは、とりあえず大きな差があったと思います。私の場合は、うん、すぐに YouTube ね、当然ですけども、当たる動画ができたわけじゃないので、数千、数万っていうね、えー、数で動画を作ってます。そうすると、まあまあ、なんかね、世の中のニーズとマッチする動画もたまに出てくるんですよ。うん、だからそれでたまたまね、その偶然でやってこれたってことなんですけども、偶然も、 千に一つだと偶然ですけども、千に一つをね、千個やったら、千に千個になるんで、まあ当たる可能性が高いってことなんですよ。まあとりあえず手数を打っていったってことなんですけども、まあこんなね、私の個人的な成功例といいますか、実践例が、じゃあどのくらいの人に当てはまるのかなと思ったら、人には能力もありますんでね。重いものがね、持つのがだ上手な人とか、 難しい問題を解くのが上手な人とか人当たりが上手な人って様々いる中で YouTube に相性がいい人相性が悪い人もいますんで何とも言えないところですけどねでもとりあえず自分と違った人生を送ってる人にヒントをいただくことはできるんじゃないかなと思いますまあ即果塾ってものもねあのやっぱお金の問題解決人生の問題解決のために立ち上げましたんで一緒に考えていくことはできると思いますまあ今回はねちょっとこうショッキングな記事といいますかもう いい加減慣れた記事だと思いますけども、本当にこのまま10年後も手取り10万円以下、今日はお米が食べれた、大卒60代、非正規あまりにも悲惨な極貧老後生活とかってタイトルが10年後変わったものをね、私も見ることになるんでしょうか。どうでしょうかね。お疲れ様です。